上原浩司の雑談魂。しかしちょっと本当になんかすごい、そうだよ、バッテリー組んでたんだよ。いや、なんか感動です、本当に。お二人が喋ってる姿、ね、バッテリー賞1回取ったことあるもんね。2回、2002年取ったよ、バッテリー賞。2002年取りました。バッテリー組んで、新之助の際にはほぼ首振らなかったよ。あ、もう全幅の信頼を置いて。そうそうそう、まっすぐとフォークしかないですよ。ほらほらたまにあの伝えたらこうやってやって緩いの投げてくださいって言ってピューッとか。確かにサインこれじゃなかったな、緩いなんかカーブ投げてくれて、うん、出しながらこうやってた。そんな分かりやすい。そう、バッター見えへんからこうやってたもん。見てる視聴者の方も分かりやすい。丸分かり、テレビで見たら丸分かり、ね、お客さんも。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お願いします。Today pitching? はい。Good luck. ありがとうございます。新之助さん。バーモス。バーモス。おはようございます。あいつも崩れないね。マイペースがすげえ。ミスターエイリアン。いやでも今のこのチーム状況で全く崩れない。そうです。毎年同じようにやってる。私体も頑丈ですし、確かに全然怪我しない。怪我しない。延長戦行ってもメンバーバーって変わって最後の甲子園の時最初から出てるの丸だけみたいな感じだと思う。やっぱね、昭和ギリギリですよね。昭和そういう選手何人もいてほしいですね。いてほしいですね。カズマもちょっと昭和の入生、ほんとギリギリじゃないですか。ギリギリ、このファームにいた時代にその昭和感満載だったから。あ、練習が、練習ね、練習が。どこに昭和を感じますか。もうとにかく厳しい。厳しい、はい、練習量も多いっていうね。量は必要だよね。あの、何かこう、だからメディアがちょっと騒ぎすぎなんだって。あとそういうなんかね、さ、いろんななんかいろんな技術的な研究をされてる方もいて、確かにその形ばっかり、まず強く振ることでしょっていう、来たボールに対してっていう、それができないのに形から入るから。あ、今の言葉ちょっと鳴らしちゃうけど、そうだ、うん、で今ね、ああいうなんか今日はないけど、うん、打球速度とか一球一球出るじゃないですか。トラックマンみたいな、ね、トラックマンみたいな、うん、今日は置いてないんですけど、あれで説得させるしかないんですよ。よし、今日はじゃあで、本人のマックスのスイングスピード、スイングスピード、あの打球速度を調べて、あ、じゃあ今日160キロだったら165出してみようって言って、じゃないとそうやって言えば振るんですよ。はー、そうやって言ってあげないとやんない。変わったな、時代は。お二人の頃だともうやるのが当たり前で、やれって言われたらもうとにかく振る。だからもうキャンプの一日の練習の最後なんてみんなもう膝ついてて、でも次の日ももちろん練習あるし、うん、今っていうのは元気やもん、みんな一日終わっても朝とかもうやばいっすもんね。もうこんなんすかね。一、はい、日目終わった後って間違いなく筋肉痛やからさ。そうです、それが1ヶ月、ね、2日目っすよね。きついよな、キャンプ。ユニフォーム着て今日練習一日やってってなったら多分元気っすよ今の時代ってやるからな。時代から、そういうご自分の現役の頃のお話は選手の皆さんにあんまりしない。あんまりしないんですか。いや、俺らの時はって言うと嫌われるんで。ああ、そういう子たちか、みんな。そうか。いや、でもなんかね、安倍さんだったら安倍だぞってこう言っても、まあ、だからね、そういうのがないんだろうね。もうとにかくね、君たちはこの辺の今打ってる、ね、ああ出てない子たちはもう若い子と特に質なんかいらないから、量だって。本当そうだよ、本当量だよ。量をやってきてらっしゃるお二人は間違いないですよね。量しかやってくれない。量やれば多分ここが覚えるんですよ。それをいっぱいやることによって、あ、こういう時はこう、こういう時はこうって多分覚えてくるんですよね。今効率重視になってますよね。そうですね、何かね。これはね、
とスポーツに限らず仕事なんかもそうだと思う。野球だけじゃないと思うよ、何事もね、うん、なんかね。で今向こう来たとか打ってるでしょ、うん、毎日がって言ったらキャンプですって言うもうそう仕込んでるから、おそういうのが大事なことだよ ね、 いいですね。昭和のイズムが注入されてる若手たちが支配下になるのが目標になっちゃうから、育成の選手そうじゃない、コーチ陣はみんな昭和の人だから、そうやって阿部さんたちのこうイズムが注入された若手選手たちが、ね、活躍するのが楽しみですね。ほらもう終わろうとしてる一泊打ってないでしょ、はい、毎日3泊ぐらい打たせてる、汗かいてないねって言うんですよ怖い怖い、一言一言がちょっと怖いよね怖いですねそのチクっていう言葉が怖い、ね、芯から出てないね体のあ、この駅だ、おはようございます、エースに話聞いてあげて、ありがとうございます、ありがとうね、またお願いします、またお待ちしております。トモキ体は体は大丈夫です。前回もだって130球ぐらい投げたもんね、はい、大丈夫だよね、はい、頑張ってよ、すごいいいですね、先輩面してるぞ俺、いやもう上原さんかっこいい、いやいつもかっこいいけど、雑談魂の俺じゃないぞありがとうございます、10秒。こんにちは。はい。パニックになってない。大丈夫です。じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫。頑張ってよ。いやあいつのバッティングやっぱね、俺は捨てがたいからね。キャッチャーであれだけ打てたら魅力ですよね。魅力だよ。打てるキャッチャーってなかなかやっぱりこう出てこないというか。出てこない。いやだからもう、ね、最後はもう新之助から出てきてないんじゃないの。そうですね、他の球団も確かにそうか、あんな打てるキャッチャーなかなかいないよ、いや本当なんか阿部さんの凄さを当たり前に思ってました、うん、昔凄すぎるねえ、ね、ローさんごめんした、ローさん How are you? Good, how are you? Good? Good? Everything good? Yeah, everything good? How many good? Yeah, you? Good, good.ちょっと太ったんじゃない？あ、ベリーちょっと。ちょっと。ジャパニーズフード、グッド？あ、ベリーグッド。おー、イエス。Nice to see you。彼はね、ボストン時代に一緒にやってるんで。あ、そうですね。そう、チームメイト。あー。とても仲良しですね、上原さん。セプテンバーコールで上がってくるタイプやったんで。あー。でもね、やっぱり明るいよ。うん。